皆さんこんにちは、ジュンです。ゆいです。はい、今回はゆいちゃんのレッスンでございます。はい、はい、場所はですね、赤坂にあるマイゴルフレンジさんです。会員もお世話になってます。会員募集しておりますので、皆さんもぜひ確認お願いします。はい、今回のレッスンは何でしたっけ。方向の取り方。はい、方向性。方向性、まあ、どうやアドレスの取り方、ですね。まあ、ちゃんとね、構えられてるのかなと思う人多いと思うんですけど、まあ、それを今回ゆいちゃんにどうやってやったらいいか教えてもらいたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあラウンド出てたまに人に右向いてるよとか左向いてるよとか言われることがあると思う。あります。そうで、基本まあ例えばこのボールに向かって打ちたい、ってなったら一番多いのが自分の体をそのボールに向けちゃう人。はい、こういうこと。なるほど。で、体はボールに向いてるからまっすぐ向いてると錯覚してしまう。はい、けどフェースは自分の体が向いてる分、右に、目標よりもだいぶ右に向いちゃう。はい、ので、これが多分一番多いと思います。左に向けるのは多分右に向いちゃう人の方が多いと思います。で、これ、まあ、一番こう簡単に言っちゃうと、ベースを向けるのが一番大事。ベースを目標方向に向けるのが一番大事。なんだけど、その取り方で、スパットっていう、ボール近辺にある障害物をまず見つける。ラウンド出ました。素振りしますね。素振りして、次、ボールの真後ろに立って目標方向まで一直線に進んだときに、ボールからすぐ何でもいい、まあ、ちょっとしたものでも、まあ、自分で確認できるものだったら何でもいいんだけど、はい、それを見て、まあ、この辺りの白い点だとして、でアドレスの位置に入ったら、まずフェースをそこに向ける。はい、100ヤード先の目標に向けるよりも1ヤード先の目標にフェースを向けたら絶対簡単なので間違いないです。向ける。はい、でからアドレス、っていうのが一番簡単。それに私はもう小学生って、まあ、小中学生ぐらいでずっと一緒このルーティン。へー、なんかちっちゃいゴミ。そう、今のこの流れ、打つまでのこの流れをずっと一緒だから、ラウンドとか見返したら全部そうだと思うけど、先に素振り、このボールのこの辺りで素振り2回ぐらいして、後ろから目標を取って、で、フェース面合わせて、フェース面合わせてからアドレスタイム。もう全部一緒。へぇー。ドライバーからアドレスタイム。っていう、このルーティーンが決まれば一番いい。はい。ちょっと気をつけてほしいのが、ボールの前に立って、フェースをせっかく合わせたのにもかかわらず、ここから素振りする人。これ一番。なるほどね。そう、もう素振りした時点でもう多分ブレちゃってる、からできれば素振りしてから目標取る、でペース面合わせたらもう動かない。ペースは、はい、ペースに対してまっすぐ取って、はい、なるほどね、っていう、このルーティーンが出来上がるといいかも。ちょっとぜひラウンドでやってみてください。はい、わかりました。はい、はい、ということで今回は目標物にちゃんと、なんだろう、スクエアに構えるっていう言い方があるのかな。そうです、まあ、目標に対してまっすぐ構える、やり方についてゆい先生に教えていただきました。はい、まずはね、フェースの向きを目標物に、自分の体じゃなくてフェースだそうです。ぜひ、ね、はい、やってみてほしい。はい、まあ、最初は何だろう、まあ、自分でゴミを置いてもいいとか言うよね。そうそう、とか練習場とかでも、なんか自分で確認できる分かりやすいもので大丈夫。ということで皆さんもぜひやってみてください。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。